ノエスバ大好きアヒージョ。ノエスバ。いや、いや団長、そんなスバル先輩とそんなピアなんて、そんな、いや本当に申し訳なさすぎる。いや団長そんな立ち位置にないから。はあ、ね、でも団長ね、もうヒヤヒヤしてる。あの本当に偶然なんだけどさ、スバル先輩とさ、あの芳香剤が一緒なんよ。あ、ルームフレグランス使っとる、あのシロンのサボンをね、あのスバル先輩さ、花山薫の隣にあの置いてたけど、団長も実はあのシロ使っとる、シロのサボンの香り使ってて、やばい、これはこれどうしようと思って、もしさワンチャンさ、ワンチャンちょっと今のまあちょっとご時世とかが明けまして、でホロメンがさ団長の家に集まるってなった時、でスバル先輩とかもさ来たとかしてさ、そうそう来たりしたらさあ、ノエル、もしかしてツイート見て真似したみたいに思われたら嫌だなって。そう、え、本当に偶然なんよ、芳香剤だけに匂わせじゃん。いや本当なんよ。なんなら写真見てほしいんだけど、今写真やるわ、本当にこれ昨日撮ったんだけどさ、昨日さスバル先輩のあれを見てすぐね写真撮ったんよ。だから急いで撮ったけん本当に位置がマジでちょっと引かれないかな。いや不安すぎる。でも本当にこの位置なんよ。いや本当になんか狙ってとかじゃなくて、本当この位置に、しかもこの感じで置いてて、いや団長これって運命なのかなってそう思っちゃって、そうすぐ団長運命を信じたがる。ほら見て、ほら団長。あ、ちなみにこれが噂のあのペコラッチョが、ペコラッチョとさコラボした時に言ってたペコラッチョの桶に入っている。いやほんとね、ちょっとあれな、リビングにあの飾ってあって、帽子自分に。気持ち悪い。ねえ消すわ、キモいわ自分、ちょ気持ち悪すぎた想像以上に、ね、キモいわ、ちょっと待って、キモいマジさ、なんだろう、スバル先輩ぬいぐるみとか団長の持ち取るね、そのぐっつけてるのはまださ配信上で載ってた事実であるから全然ダメージないけどさ、帽子をかぶってんのは気持ち悪い。やめよう、忘れて、ちょっと今の忘れて、今の、まあ、とにかく団長芳香剤は匂わせしてませんよっていうのを言いたかっただけ、よろしく、まあ、それが伝われば全然いいんです。帽子かぶっとったね、やめてみんな、やめて、ちょっとちょっとスーパーチャットお礼します。